中の中でも寝れるように頑張らなきゃ。それじゃ先生、終わったら起こして。キボトスの先生の皆さん、こんにちは。百鬼夜行連合学院2年修行部所属、春日椿を演じております、白沙穂です。ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。パチ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 。いやー、もう初日からプレイしていて、気がつけば1周年と思いきや、もうなんと2周年。本当に本当に嬉しいです。椿としてはですね、ASMR だったり YouTube のね、アニメーションの DV だったりとかね、いろいろやらせていただいたんですけれども、新しい仲間も増えたりして、生徒さんもね、たくさんこの2年で新しく増えたりして、本当にこの気持ちの生活がとってもとっても楽しいです。先生は楽しんでいただけていますか？いっぱいグッズも出たので、個人的にはこう最初の頃よりも今はかなりブルーアーカイブに包まれた生活をしていて、とってもとっても幸せでございます。改めまして、ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。これからも椿ちゃんのこと、そしてブルーアーカイブのことを引き続きどうぞ何とぞ末永くよろしくお願いいたします。以上、春日椿役白沙穂でした。所属、和楽知世を演じております島村優です。ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。知世は初めてイラストを見た時、ものすごく透明感があって、ピュアな可愛さが光ってるぜって思ったんですけど、なんかこんなね、ふわふわした子、実はあんまりやったことがなくてどこを見て、どれくらいのこう環境の理解度と、なんだろう、彼女のこうマイペースさとどういう感じなのかなって思いながら台本を読んで、なんですかね、彼女は私の目には見えないようなこうキラキラしたこうエフェクトがね、かかった世界の人なのかなって思いながら、そのキラキラを見ながら喋ろうと思いながら、知世の収録はしております。はい。で、その知世なんですが、去年の夏には水着姿として実装されましたが、皆さん手に入れていただけましたか？わわわわです。すっごい可愛いよね。ぜひめでてあげてください。改めてブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。これからも知世のこと、そしてブルーアーカイブのこと、引き続きよろしくお願いいたします。とがあるとのことで駆けつけてまいりました。本日はイズナ、
主殿から離れず、ずっとそばにいてお守りいたします。さあ、それでは行きましょう。キボトスの先生の皆さん、そして主殿、こんにちは。百鬼夜行連合学院1年忍術研究部所属、久田伊豆奈を演じております、アスミカナです。ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。私の演じるイズナはブルアカ初のイベントにて登場したキャラなんですけれども、4月には忍術研究部のみちるちゃん、つくよちゃんと一緒にイベントに登場したりまして、しっかりお友達もできた様子で、なんというか楽しく学校生活をね、イズナも送れていたようで、なんだか安心しました。同じように感じてくださっていた主人も多かったのではないでしょうか。そしてその後は夏イベントで、なんと水着姿のイズナちゃんが実装ということで、とっても嬉しかったです。イズナのヘルシーな魅力いっぱいの水着姿、めちゃくちゃ可愛いですよね。そしてさらにはイズナちゃんがですね、 3D モデルとなりまして、通常服そして水着で皆さんにお披露目となったり、何かといっぱいイズナが登場する機会をいただけていて、私も演じる機会をたくさんいただいていて、とても嬉しく思っております。これからもイズナの元気の良さ、そして純粋さ、全力さをお伝えしていけるように私も頑張っていきたいと思います。改めましてブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。いつも遊んでくださっている皆様、本当にありがとうございます。これからもイズナ、そしてブルーアーカイブ、引き続きよろしくお願いいたします。主殿と出会ってから忍術研究部に入り、ミチル殿とつくよ殿と毎日忍びについて日々研究を重ねております。これからも規模と最高の忍者になるため修行に励んでまいります。私は初めて来たので、ちょっと緊張してて。先生、ちょっとだけでいいので一緒にいてくれませんか？キボトスの先生の皆さん、こんにちは。百鬼夜行連合学院1年、身長180センチ、誕生日は4月5日、忍術研究部所属、大野つくよを演じております後藤綾瀬と申します。ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。パチ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 、はい、ちょっとテンション高めに行ってみました。でも本当に心の底から2周年おめでたいと思っております。つくよちゃんは忍者のイベントの時からこう本格的に登場した子で、先ほども言ったように身長が180センチあって、180センチあるんだけれども、こう大きくてごめんなさいっていうような、そういう恥ずかしがり屋で、こうすぐに隠れたいっていう、とても魅力的な子で、そんなつくよちゃんの魅力を表現できるように演じておりました。私自身とってもとってもとてもブルアカを楽しくプレイさせていただいておりまして、毎朝起きたらブルアカを開くのが日課になっています。毎朝こう開くとつくよちゃんが毎朝壁に挟まっていて、壁に挟まっているんだけれども、陽気というかすごい明るくて、どこか抜けてるようなすごい楽しい BGM なんですけど、そんな BGM の裏側にこうつくよちゃんがすごい壁に挟まってうるうるしてるっていうのをこう毎朝見て目を覚ますっていうのが日課になっております。ゲームのプレイの方でもシナリオ、
かイベント総力戦とかいろいろありますけども、本当に毎日楽しくブルアカの世界にどっぷりハマらせていただいているので、本当にブルアカには感謝してもしきれないくらい、とてもブルアカのことが大好きです。そして部長とリスナちゃん、忍術研究部のみんなが、心の底から大好きなので、これからもつくねちゃん、忍術研究部のみんな、それからブルアカの生徒さんたちのことを一先生としてこれからも応援しております。改めましてブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。これからもつくよちゃんのこと、そしてブルーアーカイブのことを引き続きよろしくお願いいたします。以上、後藤あやさでした。ありがとうございました。少し落ち着いてきました。皆さんすごいですね、いろいろな人とお話ししてて。よし、私も頑張っていろいろな人とお話ししてみます。先生、頑張ってきますので応援しててください。つくよ、参ります。学院3年忍術研究部所属、千鳥みちろを演じております、水橋かおりです。どーん、ブルーアーカイブ2周年おめでとうございます。あ、むしろこっちでドーンこっちでドーンでした。ですね、みちろちゃんは2020年の4月の末に行われた忍ばずの心でイベント報酬の生徒さんとして実装されたんですけど、イベント報酬さんなんで今入手できないっていう、これ後から知った人なんじゃらほいだし、どうにかならんの、どうにかならんのっていうなんか私もちょっとそう思ってるんですけど、みちるちゃんね、というかこのブルーアーカイブのキャラちゃんって、キャラちゃんたちってなんか持ち上げたりとかするやつあるじゃないですか。あれ私なんか好きで、つまんだりした時のポロンポロンな感じ、なんか戦闘の時に動いてるコロンコロン感、あれなんとかしたいなーって、なんとか生かしたいって思ってて、ちゃんとキャラクターが動画チャンネルやってんです。少女忍校長みちるっちって動画チャンネルをなんたらチューブでやってて頑張ってるみたいなんですけど、見てもらえてないよっていう、そういうちょっとなんかあれ見をさせる感じの雰囲気とかもあるで、もなんか私結構あのそういうの見る、皆さん喋り方すごくよくできるじゃないですか。ふわっとしてるんだけどすごい聞いちゃう感じ、そういう可愛さもプラスしてこのクルンクルン感もこんな感じになってしまいました。なんかおかげさまでチラッと聞いたら好きです、好きですって言ってくれる方結構いらっしゃるみたいで、ありがたい、ありがたいなって。どの辺が好きなのかな、なんかつっついたらなんかプルンプルンしてそうみたいな、いろんな意味でプルンプルンしてそうみたいなところをなんか可愛いですよね、なんかね、うん、みちるちゃん
に限らずなんか可愛い感じがチクチクしてるっていう可愛いなって思って私も気に入ってるんですけど、本当にありがとうございます、ご気に入っていただいてって言われてもイベント報酬なんで出てこないじゃんっていう人はもうどうにかならんのっていう、諦めないって思いますけど、ね、嬉しいなと思います。私も改めまして2周年ってことは2周年分遊んでくださった方がいないとできないということなので、本当にありがとうございます。そしておめでとうございます。ということでこれからもみちるちゃん並びにもうみんな可愛いんで、本当によろしくお願いします。千鳥みちる役、三橋かおりでした。